おでこネコザメヘターダンティズゲイレイトスは、ネコザメ族に属するサメの一種。奇種で、オーストラリア東部の沿岸で見られる。大きな目上流器を持つことと、体色のパターンによって、他のネコザメと、区別できる。全長1.2メートル程度になる。夜行性の低制魚で、岩礁や藻場で主にウニを捕食する。男性で、卵は長い巻きげによって海藻などに固定される。 成長は遅い。漁業で婚格されることはあるが、死亡率は低く、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。1870年のカタログオブザ・フィッシーズ・イン・ザ・ブリティッシュ・ミュージアムにおいて、イギリスの動物学者、アルベルト・ギュンターによって、セストラスヨン・ゲイレイトスの名で記載された。種賞名ゲイレイトスは、ラテン語で、ヘルメットを備えたの意味で、 大きな目上隆起にちなんだものである。その後、本種はジャイラプラーラダス族やマラクフリーズ族に移され、最終的にヘタダンテーズ族とされた。タイプ標本は68センチメートルのメスである。大きな目上隆起が特徴である。頭部は短くて幅広い。糞は短く、豚に似る。目は高い位置にあり、窓科幕を書く。目上竜気は、 猫ザメ類の中で最大である。鼻孔には口まで達する、長い前鼻弁がある。前鼻孔は、溝で取り巻かれ、五鼻孔の周囲の溝は口につながる。口はほぼ分端にある。顎前方の葉は小さく、一本の尖った先頭と一、大の小先頭を持つ。顎後方の葉は幅広く、急死状になる。唇しびらは深く、口角から両角に伸びる。 胸びれは大きくて丸く、腹気と尻びれは小さくてより角張る。第一背びれは、ある程度高くて先端は丸く、胸びれ後方から起死する。前縁には太いトゲがある。第二背びれは、第一と似た大きさで、腹気と尻びれの間にある。尾びれは大きく、常用先端には強い血骨がある。皮刃は特に体側では大きくて荒い。体色は、 泡褐色で、サドル上で境界の曖昧な褐色から黒の模様が5本存在する。目上隆気の間から目の下部までにも黒い模様がある。多くの個体は1.2メートルを超えないが、1.5メートルに達する個体もいる。定性である。オーストラリア東部のダウオンタイエンガン、モートン岬からニューサウスウェールズ州のベートマンズベイまで分布する。北はヨーク岬半島、南は タスマニアからも不確実な記録がある。分布域の大部分は近縁のポートジャクソンネコザメと重複しているが、本種はクイーンズランド州南部とニューサウスウェールズ州北部で優先し、それ以外の地域では稀である。訂正で長艦隊から震度93メートルまでの大陸方上で見られるが、通常はポートジャクソンネコザメより深場に生息するようである。岩礁やむ アマモバを好む。ボートジャクソンネコザメの卵を捕食する。個体泳ぎは遅い。夜行性で、頭部を、岩の隙間に差し込んで餌を探す。餌は主にオーストラリアンースナロガンガゼセントロステファネス、ロドガーサイや、紫ウニ族のヒーリアサイダリスエリスローグラマなどの、ウニ類だが、様々な無脊椎動物や小魚も食べる。ウニを食べ続けることで歯が紫に染まった個体も、見られる。 また、本種は、ポートジャクソンネコザメの卵の主要な捕食者でもある。この餌は、季節的にしか利用できないが、栄養豊富である。卵ウを噛み破って、中身を吸い出す姿が観察されているが、卵ウを丸飲みすることもある。ポートジャクソンネコザメと異なり大きな群れは作らない。卵ウの先端には長い巻きひげを持つ。男性で、おそらく年一度繁殖する。 メスは7から8月の番頭20から16個の卵を産むが、マイケルは産卵は年中続くとしている。卵症は長さ約11センチメートルで、1体の薄いヒだが外側を6から7巻きらせん状に走る。2メートルに達する2本の巻きげを持ち、この先端で海面や海藻に付着する。最朝で震度8.6メートルに産み付けられていたことがあるが、 通常は、ポートジャクソンネコザメよりも深い20から30メートルである。孵化までの時間は5ヶ月、または8、9ヶ月という別々の報告がある。孵化時は17から22センチメートルで、すでに親と似た姿をしている。ラストスティーブンスによると、オスは60センチメートル、メスは70センチメートルで、生成熟すると報告されているが、 その後クイーンズランド沿岸で53.5センチメートルの成熟有が発見されている。タロンガ動物園でのメスの飼育個体の観察では成長率は5センチメートル、年程度で12歳まで産卵しなかった。人には危害を加えない。遊魚、商業漁業ともに小水しか利用されていない。釣りにより捕獲されることは少ないが、スピアフィッシングの対象となることがある。 車エビの底引き網漁によって根核されるが、ポートジャクソン猫コザメと混同されているため、個体数に対する影響は不明である。だが、ほとんどの個体は海に返された後も生き延びる。サメよけネットに絡まることもあるようだが、この場合も生還することができる。分布域が狭く機種であるため個体数の慎重な監視が求められてはいるが、人間活動による死亡数が少ないため、 IUCN は保全状況を軽度懸念としている。分布域にはいくつかの海洋保護区が設定されている。そのうちのモートン湾海洋公園では1997年のクイーンズランドマリーンパークスゾーニングプランにおいて保護されるべき動物に指定され捕獲が規制されていた。日本ではアクアワールド大洗いで見ることができる。ありがとうございます。